じゃないですか。ねえ、うん、しかし石ばっかりでよ。ハッタもハッタもらわなきゃダメだよ。じゃあ説明をいたします。よろしいですか、そちらの方々は。まだよ、まだ出てくる人がいるよ。またいるの？まだ来る。これは隅窯跡なんですけれども、上が3メートル、地下にも1メートルぐらい石が敷き詰めてあります。非常に高温になるために溶解岩を非常に例えば五大石器を作りました。おのおの、おそらく石工たちが来て作っ来て作ったんじゃないかと思います。で ここから木をいっぱい入れまして、柏原市の木をいっぱい入れましてですね、上からこう泥で蓋をして、そして煙突を作って燃やすわけですね。そうして炭を作っております。だいたい円形が5メートルぐらいというふうに言われております。じゃあここから磯まで移転して持っていったとあるかい、まあ、馬車が持っていったことはもう事実です。牛は持っていかないですよね。牛も力がありますけれども、馬車が持っていったんですが、いろんな説がありまして、白金坂を降りて、それから船で持っていったんじゃないかという人もおれば、やっぱりこっちから陸路を持っていったんじゃないかというのもおります。まあ、今言いましたように、九段積みと書いてありますけれども、九段か十段か数えたことはありませんが、まあ地面に待って9段、はい、9段積みだと書いてあります。それからこれが私が先言いました八田智則の記念碑です。皆さんに小さな木の入っておったの中に文章が書いてありますので、もう私も読めませんが、また入ってから、あ、こんなもんだったのかと思い出してください。じゃあ、あとはご自由にご覧ください。ご自由に。